韓国が中国から F-35B ライトニングの類似品の装備部品を輸入しているという情報をキャッチしたよ。もともとこの戦闘機はアメリカから購入した機体で、その部品をなんと中国から買い入れるとは、アメリカもびっくりしただろうし、呆れ返っているだろうな。今回はそんな最新鋭戦闘機 F-35A の整備について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。F-35A ステルス戦闘機は逐次韓国に導入されているようだけど、他国のことではあるものの、機密情報が気になるよね。戦闘機を撃ったアメリカが買った韓国の動きを24時間張り付き体制で監視している理由も、本当のところは韓国を信じられないからだと推測されるし、韓国仕様の戦闘機は外見は F-35A 戦闘機だが、中身は韓国のオリジナルだからな。と言っても、この戦闘機はアメリカが韓国に売り込んだものだから、責任を取って監視しなければならないというわけだ。アメリカは軍事企業として有名なロッキード・マーチン社が製造した最新鋭第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を目標40機として韓国へ売り込みをかけたよ。初めの予定では、韓国は F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を計60機購入ということだったけど、やがて40機と下方修正して、20機減らしたわけなんだ。ちなみにこのうちの24機は2020年10月までに購入する予定になっているみたい。こんな状況だけど、韓国は軽空母の保有計画があることを公式に表明したよ。本格定かどうかは不明だけど、軽空母用として、短距離離陸垂直着陸可能なライトニング B 型戦闘機を20機ほど購入するみたい。さて日本の現状だけど、F-35A 型105機、B 型42機購入が決定しているから、数字だけ見れば、アメリカに次いで多いということになるね。韓国が B 型購入や軽空母建造の意思を発表した裏には、当然日本を意識したと思われるよ。一昔前、冬ソナに代表される日本での爆発的な韓流ブームがあり、それに呼応してアニメなどの日本ブームが韓国にもあったよな。その後 K-POP ブームもあったが、どうもぎくしゃくしているのが日韓関係だぜ。一般の人たち同士ではそんなに敵外心をむき出しにして喧嘩することもないのだが、どうしても国が絡むと悪化してしまう部分は否めないな。いつの間にか日本を敵対視するようになった韓国だが、海上自衛隊の護衛艦出雲や加賀の航空母艦化改修決定を不安視し、対抗策を考えた結果が B 型と軽空母購入なのかもしれないぜ。しかし、ここで世界の動きに目を向けてみるんだけど、すると軍事大国と言われるアメリカやイギリスが、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の調達計画を止めようとする動きを見せているのがわかるんだよね。そうなってしまったら、ライトニングを製造しているロッキード・マーチン社は、収入の一部が減ることになるわけなんだ。本国アメリカでさえ、購入しないと言っているんだからな。ところが韓国が購入しようという動きがあるから、ロッキード社の立場で見ると、アメリカ、イギリスで減った分の収入を補填できることになるんだよね。ラッキーだよな。簡単に言えば棚からぼた持ち的な心情だと思うぜ。さて、軽空母開発と同時に韓国側は設計の前提条件である情報開示を要求したよ。しかしロッキード社は契約後でなければ見せることはできないと突っぱねたんだ。つまり、お客の要求を拒絶したということになるよね。韓国の以前の発表では、現在保有している独都級強襲揚陸艦後継艦として、3万トン級大型輸送艦を作るということだったんだけど、裏話として隣の軍事大国中国に空母保有を隠すためとも言われていたよ。つまり、あくまでも輸送艦であると主張して、直接戦闘に関わる艦艇ではないという言い訳をしようと考えていたみたい。日本はこういった動きは滋賀にもかけず、海自護衛艦出雲と加賀を航空母艦として改修すると公表したな。これを聞いた韓国が、絶好の理由ができたということで日本への対抗策としてなら中国の機嫌を損ねることがないので、堂々と空母を保有できると判断したのだろうな。そして軽空母保有計画を進めたというわけだ。地図を見てすぐわかるように、日本の4州は海に囲まれていて、地域特性上から考えても、中国海軍の脅威が迫る南西諸島の防衛戦略には有限の陸上拠点だけではなく、出雲や加賀などの艦艇によって運用される F-35 ライトニング2戦闘機 B 型が必要不可欠となるんだ。一方韓国なんだけど、韓国領海は日本の約 10% 程度、朝鮮領海をプラスして計算しても、およそ 12% 強だから。陸上の飛行場から発進する F-35A 型の航続距離や行動範囲に十分収まるはずなんだ。なのにわざわざ大金をかけて B 型を購入しようというのは、お金がもったいないと考えてしまうけど、他の国のことだしね。内政干渉と言われそうだから、日本が口出しする問題ではないな。韓国から話がそれるんだけど、イタリアも F-35 ライトニング2戦闘機 A 型と B 型2種類の購入を進めているみたい。しかし、この新型コロナウイルス感染拡大の影響で、戦闘機購入計画は一時中断せざるを得ないことになり、その代わりということか、中国の経済援助にイタリアの依存がますます強まっていると思われるんだ。ちょっと意外な感じだが、実はイタリアと中国は関係が深いぜ。中国から多くの労働者がイタリアへ移動して、仕事に就いており、現在のイタリアは中国からの労働者なしでは経済が成り立たなくなっていると言っても過言ではないほどだ。イタリアでコロナウイルス感染者が爆発的に増えたことがあったが、すぐ身近にいる中国からの労働者を非難する声があまり聞こえなかったことを不思議に感じた方も多かったんじゃないか？歴史的に見ると絹と共に文化を運んだシルクロードの端と端の2国が友好関係なのは良いことなんだがな。韓国はアメリカから完成品の F-35 ライトニング2戦闘機を購入するだけだけど、イタリアにはヨーロッパ各国向けに F-35 の組み立て、製造、メンテナンス拠点である FACO ファイナルアセンブリー&チェクアウトがあるんだ。当然ここでは F-35 を分解したり、分析も行われるわけだから、F-35 ライトニングの情報を知り得る場所とも言えるんだよね。となったら、イタリアのこの FACO から F-35 の情報が中国へ漏れてしまうのではないかという不安の声があるぜ。前述の通り、イタリアと中国は深い関係があるからな。FACO は愛知県にもあり、アジア地区の F-35 の整備業務が行われているよ。実は F-35 ライトニング2戦闘機には厳しいルールがあり、それは通常の点検整備以外は必ず FACO で行わなければならないというものだよ。それほど大事にしなければならない機体ということなんだろうね。韓国は F-35 戦闘機を所有しているが、政治的な考えなのか、反日感情なのか、両方なのかわからないが、戦闘機を日本に持ち込むことを完全に拒否しているらしい。メンテナンス中に韓国の戦闘機データが盗まれることを不安視しているのだろうが、ルール無視だから、この拒否が近い将来問題化するのは明白だな。ちなみに F-35 戦闘機だが、日本の購入価格は1機当たり約120億円強であり、韓国の価格より3割ほど高いらしい。韓国より購入数がずっと多いのに値段が高いというのはおかしいのではないか、アメリカにふっかけられているのでないか。第二の思いやり予算ではないか、などという数多くの指摘があるのだが、これはデタラメな数字ではなく、前途の FACO 開設による利益も考慮した金額になっているってわけだ。要するに、FACO を利用させることで利用料を得ることになっているので結果として収支トントンということになるらしいな。韓国の人口は日本の約半分なのに軍事予算はほぼ同額で、日本同様、国家予算に占める割合も大きいようだから、軍事に回すよりもっと有効な使い方はないのかと国民から不満の声も上がっているみたい。よその国のことばかりあら探しをしている場合ではないんだけど、韓国は他国のことに口を挟まないで、自国のことに集中してほしいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。